ユン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 、ファン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 。すぐわかるお、すぐわかるおの、お暇なら映画でも。すぐわかるおの新作映画レビューノープということで、見てまいりましたノープ、まあ、ゲットアウト、アスのジョーダン・ピール監督の最新作ということですね。まあ予告でもあまりそのストーリー的なものを出していないというところもあるんで、あまり多くを言わずに一言だけ最初にお伝えするとすればですね、空やべえ、そんな感じですねいや空がやばかったですね。まあジョーダン・ピール監督もともとコメディアンでね、で映画を撮ってそれが大成功して、ゲットアウトを撮って大成功してっていうパターンですね。まあまああるタイプですよね。コメディアンから、映画監督になるっていうのは日本でもよくあるし、向こうでもね、よくあるっちゃよくはよくはないけど、まあまああるという感じはありますけれども、まあ、ゲットアウトも、アスもですね、どっちも、まあ、SF ホラーなわけですけれども、そのアイデアの種っていうのが非常に小さいものというか、一つこれっていう面白いものを見つけて、そこから話をどん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 膨らませていって映画の尺まで、持ってくみたいな、そういったタイプの映画というか、まあ脚本とかそういったものを作る人かなというふうに思うんですよね、僕ジョーダン・ピール監督は。だからこの人の作品は世にも奇妙な物語とか、藤子 F 不二雄の SF 短編とか、まあ筒井康隆の短編とか、星新一とか、そういうのとこのちょっと感性が似ているというか、そんな感じがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ゲットアウトの場合は、まあ、ゲットアウト見てない方がいたらあれなんであれですけれども、ある一つのね、取り替え早があるわけですね、それに対してのいろんな肉付けをしていくというのがゲットアウトでしたよね。で、アスは、まあ、これも昔からよくあるアイデアではあるんですけど、この鏡に映った向こう側みたいなものをアイデアの種として、そこから、まあ、これまでになかった物語にしていくとか、その映像として、見せ方がね、非常にうまいというか、こういう見せ方をして僕たちを楽しませてくれるみたいな、そんな感じの監督がジョーダン・ピールかなというふうに思うんですね。で、今回も正直そのアイデアの種としては特段ものすごく新しいものということではないと思うんですけれども、ただその後の見せ方ですよね、ストーリーの展開の仕方、そしてその後の映像の見せ方、これが非常にうまい映画監督じゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ今回のノープどうだったのかというと、おそらく、まあ、まだ見てない方たくさんいると思うんですけれども、前半はですね、正直ちょっと退屈に僕は感じました。この物語に必要なことなのかこれはみたいな、そういうふうにまあ思うところがずっと続くわけですね。でも後半になるともう怒涛の展開がバーッと待っているみたいな、そんな感じなんですね。で、まあ、この監督ね、ゲットアウトもアスもそうなんですよ。前半はなんか、まあ、物語の後半の種をまいているっていうシーンだというふうに言えなくもないんですけど、もうちょっとこのなんていうかな、スピーディーに事件が起こるまでをね、もうちょっとスピーディーにできれば僕はいいなというふうに思っているんですけど、まあ、今回もそういう感じはありました。だからジョーダン・ピールはね、ゲットアウトで脚本賞を取ってるんですけど、アカデミー賞脚本賞、ゲットアウト僕大好きだし面白いと思うんですけど、脚本賞を取るほどかなというふうに思ったりはするんですけどね。面白いですよね。別に脚本賞に絶対に値しないということはないんですけど、まあもうちょっとこの、なんていうかな、面白いものを抽出するということをできたんじゃないかなって思いながら、まあ見ちゃったりはするんですね。で、今回のノープもちょっと前半は退屈しました。ただ、後半のここっていうシーンが来るわけですね。あ、ここから世界の雰囲気が変わったぞみたいな、そのシーンが
まあ皆さん多分見ればわかると思うんですね。あ、ここから変わったわって思うシーンがあるんですけれども、そこから先はずっと面白いです。だからね、安心していいです。全然めちゃくちゃ面白いです。で、やっぱ映画館で見た方が絶対に楽しいですね。あの大迫力がね、あるんで。で、あとまあ予告がね、UFO って言っちゃってんじゃんみたいな。そういうところがね、ちょっとありますよね。第1弾の予告は、なんだかよくわからないものが空から降ってくるっていう感じで、すごく良かったんですけど、最新の予告、これ今日解禁の予告かな、わかんないですけど、最新の予告はもう完全に UFO がとか、彼らの行動をしている理由とか、そういったものがはっきりともう予告の中に出ちゃってるんで、そこちょっと僕は不満だなと。第1弾の予告のまんまの方が良かったかなというふうに思います。どうせね、映画見て僕みたいな人たちがみんな面白かったとかなんとかって SNS だったり YouTube だったりみんな言うでしょ。だから公式はあんまりその部分出さない方が良かったんじゃないかなって、まあ、ちょっと思ったりはしましたけどね。UFO だとか、あの辺空からとか撮影をするとか、あの辺を予告で出しちゃうのはどうだったのかなとちょっと思ったりはしますけど、ということで、でもまあまあまあ基本的には、ストーリーはね、伏せられているという状態で公開初日は迎えたんで、僕もここではあまりネタバレをせずにですね、この後からネタバレは、ネタバレを含んでおしゃべりしますんで、もし映画まだ見ていないと、ネタバレは聞きたくないという方はここで戻ってください。おすすめです。面白いです。ノープ面白かったですよ。はっってなったり、わーって乗り出してみるような、そんなシーンたくさん後半はありますんで、楽しみにしてください。ネタバレ OK という方はこの後もよろしくお願いします。ということで、こっからはネタバレを含みながらおしゃべりをいたしますけれども、ジョーダン・ピール監督はエヴァのファンらしいですね。ということで、あの空から来たあれもね、ちょっとエヴァの使徒っぽいものをなんかインスピレーション受けているみたいな、そんなことをインタビューで言っていたのを見ましたけど、ちなみに推しはアスカだそうです。まあでもとにかくですね、後半は本当に面白かったですね。ただやっぱりどうしても前半がそれ必要だったかなっていうのが、まあ、多々あって、まあ何度か見れば、あ、これが必要、これがあるからこのエピソードが必要だったんだなっていうのが分かってくるのかもしれませんけど、まあ一回ね、劇場で見ただけの段階だと、もともとの馬の牧場が動物タレントプロダクションというか、動物タレントの育成のための馬の牧場だったっていう設定があるじゃないですか。そこのエピソードってそんなに必要かなっていうふうに思うし、あそこで、まあ、父親が死んでしまったっていうのは、まあ、まだいいんですけど、あっても、まあ、それもどっちでもいいかなっていうふうに思ったりはするんですけど、その後のね、主人公の OJ か。OJ が非常にこの内向的な性格というか、そういったところがあったじゃないですか。あの辺の性格付けとかも、あんまり必要じゃないような、まあ、そう何、人と目を合わせられない性格みたいな、そういったところでそれがあるのかもしれませんけど、ちょっと、やりすぎというか、そんな感じもするんですよね。あと、何、チンパンジーのあれとかも、どこまでそれが必要なものだったのかとか、その辺もなんともなーというふうにね、思うんですよね。これ本編131分か。もうちょっと短くても良かったんじゃないかなって僕は思ったんですよね。ただ、後半はめちゃくちゃ面白いです。後半は本当に面白いし、その、これでもかこれでもかっていうね、やつとの戦いみたいな、そういったところもすごく面白かったし、本当に僕はのめり込んで見てたんで、結構ね、後半はすごく良かったんですけど、その前半の部分が、その何、一番最初
の映像映画は黒人が馬に乗っている駒送りの映像なんだよみたいな、それを出したいためだけの馬の牧場っていう設定だったような感じもしたんで、もうちょっとそこ考えて、別に馬の牧場を出すのもいいし動物プロダクションであるっていうのも別にいいんですけど、それがそうであるんだったらもうちょっとそこをね、そうでなきゃいけないんだっていう理由付けがあった方が良かったんじゃないかなっていうふうにね思いましたね。ただまあ後半のあのどん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 迫ってくるとか、目を合わせなきゃいいっていうその弱点というか、まあね、あれはすごく面白かったですね。ただ目を合わせなきゃいいっていうのって何でどうしてどうなったんだっけ。まあでもそれは OJ のその内向的な性格によって、目を合わせない方がいいみたいな、そういった対策を思いつくことができたとか、そういったところがあるんでしょうね。あとそういえば前半に出てきたあの井戸とあの巨大な人形のアドバルーンみたいなやつ、あれはやっぱ出てきた瞬間に、あ、これは何らかの伏線になるんだろうなっていう風にね思いましたよね。だあの伏線をいつ使うのかっていうのを楽しむみたいな、そういったところは、まあって、ああ、ここできたかみたいなね、それは面白かったですね。あれはもう絶対に映画の制作者側の意図としては、これ後で出てくるから覚えておいてねみたいな、そういった感じで演出されていたと思うんで、あ、これねって、あ、ここで出てきたんだねっていうのが分かって、それがすごく効果的に使われていてよかったんじゃないかなというふうに思いましたね。あとまあ UFO が UFO っていう、そういう宇宙人の乗り物じゃなくて生物だったっていうところも、まあ面白い発想ではありますよね。でそれはその何、人を食べるんだみたいな、そういったところも、すごく面白いんじゃないかなと思います。ただあんだけ暴飲暴食みたいな感じの食べ方をするのにあのツラーって出てる万国旗みたいな、ああいう旗は飲み込めなくて、なんか喉に詰まって苦しいとかその辺はどうなんでしょうね。面白いけど、面白いけど他にもいっぱい食べちゃってんじゃねえのって思うんですけどね。砂とか土とかなんかね、木とかないろんなもの吸い込んでそうなんですけどね。その中でもあの長細いのだけはちょっと苦手じゃーみたいな、そんな感じなんですかねまあ苦手なんだからしょうがないんですけど、まあ面白かったなという感じです。あと彼らの動機もね、 OJ とか、妹たちの動機もこの UFO 動画を撮って一攫千金大金持ちになるぞという動機も非常に良かったと思いますね。現代っぽい感じがあって、その何かを成し遂げるために対抗するんじゃなくて、一攫千金の金儲けのためにやるんだっていうところが僕は良かったなと思いますね。余計なその不幸を背負わせるとかそういったこともなかったんでね、その辺も良かったかなと思います。まあ、ゲットアウトもアスもそしてノープもですね、この単純に見て、ああ面白かったと、いや大迫力だったとか、そういった感じで終わるっていうだけの映画ということでいいんじゃないかと思うんですよね。だから世にも奇妙的というか、そういう短編を大元にした長編みたいな、そんな感じがあってね。でこの発想も僕の好みの発想だしその、まあ、例えば人を食べる巨大生物が空からやってきたってことだったじゃないですか。でそれにどう対抗してどうやって勝つかみたいな、そういったところが興味が湧いてくるところであって、その倒し方も今回は、まあ、かなり偶然ではあったんですけど、でもまあ偶然にも倒せて、しかも自分たちだけがちゃんとスクープを収められてっていうところがあったんで、それもねすごく良かった。まあ最終的にはね、フライングヒューマノイド的なものになったというか、スカイフィッシュ的なものになったというか、そんな感じになってましたよね。実はあれは何、 UFO とかじゃなくて台風人間だったんじゃないかみたいなね、そんな感じの終わりだったわけですけど、まあ面白いですよね
まあ、ラストフライングヒューマノイド的なものになったっていうところもオカルトファンからすれば、あ、面白いラストの形態にしたねみたいなね、そんな感じもありましたよね。見終わった後、特段カタルシスがあるわけでもなく、考察する箇所があるわけでもなく、まあ見終わってああ面白かったで終わるっていう、そのまあ言ってみりゃトップガンマーヴェリックとかゴーストバスターズアフターライフとか、そういった往年の映画黄金時代のただただ面白きりゃいいじゃんっていうタイプの映画と同じタイプの映画だったんじゃないかなと思って、僕はそういうところも非常に良かったですね。気軽に楽しめる映画というか、そんな感じですね。だまあもし地上波とかでテレビ放送するんであれば、テレ東の午後のロードショーあたりで放送されるタイプの映画だったかなって、そんな感じですね。で午後のロードショーで見たらみんながきっとおー面白かったって話題になるみたいな、そんな感じの映画だったんじゃないかなと思います。でもこれ映画館で見る価値絶対ありますんで、あの本当に後半のアクションシーンは映画館で見た方が絶対に面白いし、僕今回ちょっとミスって結構前の方で見ちゃったんですよね。いつもよりも一席か二席前の席をちょっとミスって取っちゃって、この座った瞬間あやべえ近すぎるって思ったんですけど、その近さがねまた今回に関しては非常に良くて、大迫力で映画見て楽しめたんで、その映画館の大スクリーンで見るための映画というふうに言ってもいいんじゃないかなというふうに思いましたよ。あ、僕は、普通の映画館で見たんですけど、これ IMAX で見るのはおすすめです。僕 IMAX では見てないですけど、IMAX で見ればきっとものすごい大迫力になると思います。おそらくすごく面白くなるんじゃないかなと思いますよ。IMAX 行けるという方はね、IMAX 選ぶのもありだというふうに思いますよ。ということで、今回は新作映画レビューノープについてお話ししました。お聞きくださいましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ツイッターフォロー、インスタフォロー、コメントよろしくお願いします。サブチャンネルや LINE スタンプもお願いします。そして、有料メンバーシップですね、スグワの裏を知る者たち、こちらもぜひよろしくお願いします。僕今回のノープを見た直後に撮った動画とかも上がってますんでこんな見た直後こういう感想だったみたいな、そんな動画も上がってますんで、そちらも見てみてください。よろしくお願いします。ということで、新作映画レビューノープでした。まあ僕はこういう映画好きです。特に見た後特に何も残らないというこういうタイプは僕は好きですね。おすすめです。それでは、いやー、映画って本当にいいものですね。それでは、また。